もう何年も前のことだけどな、俺は病とは関係なく真っ当にタクシードライバーやってた。おめえもともとタクシーのうんちゃんだったのか。稼ぎはしょぼいけどそれでも楽しくやってた。惚れた女がそばにいてくれて、もうすぐ子供も授かろうってんだからな。思えばあれが俺の人生のピークだった。家族がいたのか。マリーって言ってな、そりゃいい女だった。あんたらに会わせてやりたかったよ。彼女が妊娠6ヶ月になるかどうかって頃だ。俺らの家に警官たちが押しかけてきたんだ。逮捕状持ってな。逮捕状？俺があるタクシーを襲って、乗ってた会社の社長から大金を強奪したんだとよ。何？当然事実無根だ。なのに次から次へと目撃者が出てくる。裁判の結果は懲役5年。弁護士に言わせりゃ無罪を主張してたら15年は出られないってことだった。じゃあ罪を認めたのか。やり手弁護士を雇うような金はねえ。認めて5年か、ごねて15年かって選択肢しかなかった。悪夢ってのはまさにあのことだ。貧乏人のささやかな生活があれよあれよという間にぶっ壊れていった。なんで俺がこんな目に遭ったのか、それが分かったのは無所に入った後だ。俺と似た経緯でぶち込まれた奴らが他にも何人かいてよ、話を聞いたんだ。おめえ以外にも？ああ、そいつらが言うにはバラクーダのボスが自分らの犯罪を無関係な人間にかぶせてるってんだ。目撃証人を何人もでっち上げて警察まで買収してな。さっきタコス屋のジェフがローマンっておまわりについて話したろ。あいつが警官側の親玉らしい。昔からやってることは大して変わってねえってことだ。バラクーダは警察を取り込んでるってことか。マリーさんはどうなったんだ？刑務所に入ってから一度だけ面会に来てくれてな。腹の子は流産しちまったってよ。あんだけのストレスにさらされたんだ。無理もねえ。きっとろくに飯も喉を通らなかったんだろうし、寝れなかったんだろう。肌はボロボロでガリガリに痩せこけてた。俺がこんな目に遭ったせいでよ。マリーとはそれっきりだ。無所を出た時にはもう行方がわからなくなってた。せめてどっかで健康にいてくれりゃいいんだが。あまり楽しい話じゃねえって言ったろ。あいにくまだ続きがある。無所を出てすぐ俺は第五地区の近くにある高級レストランを監視し始めた。レストラン？そこがバラクーダのボス行きつけの店って話を無所で聞いてたんだ。有金はたいて銃も手に入れた。復讐か。マリー、それに生まれるはずだった赤ん坊の仇だ。幸いボスの面は割れてた。どれぐらい待ったか、ついにその時が来た。無所の中で何遍も思い描いた光景だった。俺は群がる手下をかき分けて奴の顔面に鉛玉をありったけぶち込むはずだった。なのに実際の俺は体が震えて一歩も足を踏み出せなかった。想像してたよりもずっと護衛は手薄だった。やろうと思えばできたんだ。奴は上機嫌に俺のすぐそばを通り過ぎてったんだ。なのにできなかった。俺はただの腰抜けだった。だからこそお前は今生きている。もし撃っていたら間違いなくその場で殺されてた。開きにされてな。ああ、おかげでこんな惨めな様を晒してる。撃てもしねえ銃ちらつかせて、のんきな観光客から金せびるチンピラだ。こんなのでも生きてるって言えるのかよ。富澤、借金をきっかけに病に取り込まれたのはその後だ。
けどバラクーダと張り合おうなんてのはハワイじゃあいつくらいだからな。あんな集体さらしといて病の下にいることでまだバラクーダと張り合ってる気でいるんだ。俺は救えねえよと。話は以上だ。どうだ、バラクーダのヤバさも俺のクソさもさすがに伝わったろ。ああ、バラクーダは相当ヤバい連中だってことがよく分かった。そうだな、警察とつながってるのも厄介だですね。でもおめえがクソだって見解にはちょいと意義ありだ、富澤。はおめえはクソでも腰抜けなんかでもねえ。だってあの病と手切る決断できたじゃねえか。あん時だっておめえは死ぬかもしれなかった。でもやれただろう。あれはお前らに当てられて。当てられようがなんだろうが、決めたのはおめえ自身だよ。あ、強盗はクソだぜからな、そこは間違えんなよ。そんだけ辛い目にあったんならもうバラクーダと関わりたくねえって気持ちはよくわかる。でもよ、おめえが今の生き様をみっともなく思ってんなら前向いて生きるためにきっちりけじめつけるべきなんじゃねえか。けじめってのがバラクーダのボスを殺すことなのか何なのかはおめえ次第だ。何にせよこのまんま連中にやられっぱなしじゃ尺じゃねえかい。だからよ、一つ俺らに手貸しちゃくれねえか。手を貸す？ああ、俺らはよそもんだし英語もだいぶ怪しい。でも茜さんを探すのは急がなきゃならねえ。だからやっぱり第五地区には行こうと思うんだ。おめえみてえなハワイの裏にも通じてるやつが力貸してくれりゃ心強え。おめえは俺らをガイドするついでに連中にけじめつける。どうだい、一石二鳥ってやつじゃねえか。ねえ桐生さん。ああ、お互いいいことずくめだ。悪い話じゃないと思うぜ富澤。それでうまいこと乗せたつもりかよ大工。バラクーダのヤバさは説明した。それでもあんたら行くってんだな。ああ、はあ、分かったよ。もう行くよ。お前らみたいなお人よし俺がいねえとすぐバラクーダの餌食だ。ねえそう来なくっちゃな頼りにしてるぜ富澤。ああ、じゃあ改めて行こうぜ。まずはローマンの野郎からだ。頼もしい仲間ができたな。ええ、富澤のためにもやってやりましょうや。いつでもやれるぞ。
Aloha. Thank you very much.